的にそのコストダウンが進んでますので、まあ、皆さんこうたくさんのデータを手にするという日はもうすごい近づいてるんだと思います。で今回紹介するビディビデリトアーカイブというのは何かというと、次世代シークエンサーから出てきた、まあ、生出力データのための公共のアーカイブになります。この生出力データというのが一つのポイントになります。で今 DDBJ 全体には、次世代シークエンサーに関係するものとして3つデータベースがあります。まずその一つがこの真ん中にある DDBJ リードアーカイブです。でそれからもう一つが DDBJ で、これも10年以上運営されています。でもう一つ新しく設立準備中なんですが、この DDBJ オミックアーカイブ、あれは DOR というものを準備しています。でこの3つはそれぞれ受け付けているデータの種類が異なっています。で実際にこう次世代シークエンサーから出てくるデータの流れに沿って説明しますと、まず次世代シークエンサーがあって、それからこう出力ファイルが出てきます。で基本的に DRA はこの出力データをそのまま何も加工せずに登録するところです。でここから解析の流れとしては大きく2つありって、まず下の方は、まあ、この出てきたリードをアッセンブルして、まあ、どこに遺伝子があるとかアノテーションをつけた配列データというのが出てきます。でこちらの DDBJ はこのアノテーションをつけた配列データを登録する先になります。でもう一つの流れはこちらの上に行く流れで、リファレンスのゲノムにマッピングして、例えばそのメッセンジャーでね、を大量にシークエンスして、このちっちゃいシークエンスの断片を数えることで、いわゆる定量データですね、遺伝子 A はこうたくさん出てるとか B は出てないとか、そういった定量データを登録する先が DOR になります。で解析パイプラインは先ほど上沼から説明がありました。で今の流れとしましてはですね、今までは、論文のジャーナルというのは解析したデータを DDBJ もしくは定量データを、まあ、DOR とか AliExpress とか GO に登録してくださいになっていたんですが、最近欧米の主要なジャーナルでは生データもパブリックの公的なデータベースに登録してくださいねというふうになってきています。ですからもしかすると皆さんがこう論文を出したときに、論文のエディターから解析したデータだけではなくて、その解析する前の生データもここに登録してくださいねと言われる可能性が非常に高くなってきています。で生データを登録する意味なんですが、解析したデータしかないと、まあ、いわゆるこう他の人が再解析するということができません。例えば将来アッセンブリのいいアルゴリズムが開発されて、もう一回こう解析をやり直したいとなっても、解析したデータしかないとそういうことができません。でも生データがあればそういった再解析ということが可能になりますし、まあ、本当にその研究が正しいかどうかというのをより深いレベルで検証することができるようになります。で具体的な DRA の登録対象なんですが、まず次世代シークエンサーがあって、まずこう画像のデータというのが出てきます。これで画像が解析されて、今一次データというものが出てきます。でこの一次データはこうベースコールとかフォルディとかシグナル強度とかノイズとか、そういう情報を含んでいます。でもう一つ一番利用されているものとして、ファスト Q データというのがあります。これは塩基配列と、クオリティバリューがこう記載されたデータになります。で塩基配列は、まあ、GTCAA とか塩基配列があって、このクオリティバリューというのはこの塩基の信頼性を表しています。まあ、例えばこの G が G で本当に G である確率信頼性というのがこの交互にここに下に書いてあります。でまずDRAが受付対象、登録対象としているのはこの一次データとファスト Q データになります。でこれいわゆるランデータをランして出てくる結果なのでランデータと呼んでいます。でもう一つ大事なのが、別の種類のデータでメタデータというものが必要です。でメタデータというのはデータに関するデータというような意味合いで、まあ、具体的にはどういうシークエンサーを使ってこの登録したファイルが出てきましたよとか、どういう実験しましたよというのをここに書きます。で注意点なんですが、まず画像データというのはあまりのサイズが大きすぎるのでアーカイブしていません。それからこのクオリティファスト Q からクオリティバリューが抜け落ちた配列だけのデータというのも受け付けていません。クオリティバリューがないと
このシーケンスの信頼性というのを評価できないからです。逆に言いますと、最低でもファスト級ファイルが登録に必要になりますので、できるだけこうファイルサイズが大きいので、こうちょっとたまに捨ててもうないっていう方がいらっしゃるので、できるだけ取られることをお勧めします。で、その DRA ですが、DDBJ だけでやってるわけではなくて、アメリカの NCBI のシークエンスリードアーカイブ、これ2007年から活動しています。また EBI の EBI シークエンスリードアーカイブ、略して ERA と、まあ、DRA が3局で協力して、国際的なデータベースを作っています。まあ、具体的にはメタデータとかランデータは同じフォーマットで集めていて、さらにこの3局でデータを交換していますので、例えば DRA に登録したデータは SRA からも見ることができますし、SRA に登録されたデータは逆に DRA から取得することができます。まあ、比較的新しいデータベースですね。 2,3 年前から活動しています。で、ここから実際の登録の話なんですが、まあ、繰り返しになりますが、登録に必要なのは2種類のデータで、メタデータとランデータが必要です。どんな実験、研究、どんなサンプルを使ったのっていうのを書いてあるメタデータと、で、シークエンサーから出てきたそのままのランデータが必要です。逆にこのランデータがこう変にこう解析されていて、ベクターとかを取っていないそのままのデータを登録していただいています。で、まずそのメタデータなんですが、このようにですね、こうスタディ、サブミッションとか、この一つ一つの資格を、まあ、オブジェクトと呼んでいるんですが、6個のオブジェクトから構成されています。で、順番に見ていきますと、まず一番大きいこう入れ物としてサブミッションというのがあります。ここには登録した人が誰ですかとか、連絡先とか、あといつデータを公開しますかという、このサブミッションを管理する情報をここに書きます。で、実際に研究の内容に関係があるのはスタディからで、一番上にこのスタディというのがあって、研究の目的とかそういう、関連する論文とかを書いていきます。で、この下にエクスペリメントというのが1から複数起きて、ここにどういう実験をしましたかというのを書いていきます。で、もし実験がある研究の中で実験を3種類やっていれば、このエクスペリメントが3つ来ることになります。で、その次にサンプルが来て、具体的にどういう生物を使っているかをここに書きます。例えばバクテリアのストレイン A とか B とかっていうのを書きます。で、エクスペリメントの下に段があって、これも複数来れるんですが、具体的にどういうデータファイル、これが先ほど言っている一次データもしくはファスト級なんですが、が来ているかっていうのを書きます。で、アナライシスはちょっと系統が変わっていまして、なのでこう本当にここには生データを登録していただくんですが、ちょっと解析したようなデータですね。例えばアライメントデータとか、クオリティちょっとしたアノテーションとか、そういった解析したファイルをここに、比較的自由な形で添付することができます。で、アクセッション番号はそれぞれのオブジェクトに対してこのプレフィックスですね、 DRP の例えば1番とか2番とか、エクスペリメントであれば DRX、 これで区別された番号が割り振られます。で、さらに言いますと NCBI ですと SRA なので SRP で、 EBI だと ERP という形になります。そのこのメタデータというのは具体的に何かというと、実態としては XML ファイルと呼ばれるものになります。で、例えばエクスペリメントの例を見てみますと、まあ、こういう形になっていて、こうタイトルっていう括弧の間にこのエクスペリメントのタイトルがこういう形で書いてあります。で、基本的にこれちょっと慣れないと読みにくいんですが、まあ、コンピューターの処理に非常に適した形式ということができます。で、データの構成の例なんですが、例えば培養細胞を使ってある薬剤で処理して、0、12、24時間後に RNA を取ってきて、転写プロファイルを次世代シークエンサーで解析したとします。で、その時のこう先ほどのメタデータオブジェクトの例なんですが、まずはこうサブミッションは1つですね。で、スタディもこういう研究なので1つで、ここにこういう研究だっていうのを書いていきます。で、エクスペリメントは0、12、24時間後って3つあるので3つきます。0と12と24時間ですね。
使ってるサンプルは、サンプルっていうとその RNA サンプルとかをイメージしてしまうんですが、実際的にあの使ってる生物と考えていただいてください。で、使ってる生物はバイオサイズで1種類なので、サンプルは1つです。で、エクスペリメントの下にそれぞれの欄が来て、データのファイルが紐づくという形になります。で、これとこれがこう関係してるよっていうのもメタデータに記入していきます。で、どうしてこういう階層構造で管理してるかといいますと、まず一つは登録した後に柔軟にメタデータを変えれるということがあります。例えばこれで論文を出して、論文のエディターから48時間分でやりなさいと言われたときに、段を一つ足してここに48時間のエクスペリメントを足すだけで、他のところは一切変えずにデータを追加することができます。あともう一つはですね、今例えばこのサンプルを転写プロファイルを解析して、この生き物が非常に面白かったので、まあ、ゲノムも解析したいってなった時に、もう一個サブミッションがゲノム解析っていうのが来て、いちいちこのサンプルをもう一回書くんではなくて、使っているサンプルが同じであれば、このサンプルに割り当てられたアクセッション番号ですね、 DRS 番号を書くだけで、重複して書く必要はありません。で、実際のデータの登録のステップなんですけども、一番最初にですね、DRA はこうアカウント、登録受付システムに DWAY というものがありまして、このアカウントを取得していただく必要があります。で、この手順についてはウェブサイトにあるこうマニュアルをご参照ください。で、メタデータとランデータが必要なんですが、まあ、全体の登録の流れとしては、メタデータは DWAY にログインしてウェブ上で作っていきます。で、ランデータはファイルサイズが非常に大きいので、シークエンサーから提出したファイルをそのまま別途、まあ、ウェブ経由ではなくてファイル受付サーバーに転送します。で、実際にこうアクセッション番号とか登録の進捗状況とかデータを公開するというのは、このウェブ画面上でログインした後に全てできるようになっています。で、具体的にちょっとこちらで見ていきますと、で、まず DDBJ のリードアーカイブのホームページがあって、この右上に DWAY の入り口があります。で、ここで、そしてマニュアルに従ってアカウントを申請していただくと、ログインの ID とパスワードが通知されますので、それでログインすると、こういう場面になります。まあ、例えばこれサブミッター Y 小玉の例で、ここにある12345というのが過去の登録履歴になります。この例でいうと5つサブミッションがあるというのが分かります。で、アクセッションが発行されていればアクセッションが書いてあって、今どういう段階にいるかというのが書いてあります。で、新しくサブミッションを作るときはここのボタンを押すと、今6番が出てきました。で、ここを見ていって、アップロードメタデータというのがあって、このメタデファインというのを押すとメタデータ作成のウェブツールが、立ち上がります。で、先ほどこうメタデータ XML とかいろいろ階層構造になっていると書いてあったんですが、このメタデファインではそういった複雑なことを一切意識せずにメタデータを作ることができます。で、このタブがサブミッション、スタディ、サンプルと分かれていますが、これが先ほどのメタデータに対応しています。で、例えばサブミッションですとタイトルをここに入れていきます。で、この赤色が、これタイトル何なんだろうと思ったら、ここにマウスを合わせるとタイトルはこういうやつですよって出てきますので、まあ、これを見てこう入力していきます。で、例えば公開日を指定するのは、まあ、こうカレンダーでもできますので、で、公開日はその登録日から1年後まで指定できるんですが、すでにこう1年後よりも先はこう指定できないようになっていますので、これもこう直感的に操作していただけると思います。で、あとこう入力者内容が正しいかどうかっていうのは、このバリデートボタンを押すとコンタクトがおかしいですよって出てきて、実際にそのコンタクトのところに行くとネーム、これ赤色なんで登録者の名前必須なんですが、ここがないから入れてくださいねとか、 E メールがないですよっていうのが表示されます。で、あとはですね、過去の
メタデータっていうのを使い回すことができて、このロードウォールというところを押していただくと、基本的に登録履歴は全部 DRM のサーバーに保存されていますので、例えばこう1番のサブミッションを呼び出すと、その内容が全てここに読み込まれます。で、例えば使った参加が違うだけであれば、もうここの、例えばこれは168番なんですが、今回200番だったら200って変えて、サブミットをすると、データが登録できます。あともう一つ、これがメタデータの作り方で、もう本当に直感的に、このクリエイト XML を押すと、こう対応する XML が出てくるんですが、こういう XML を意識することなく、タイトルはタイトルという形でこうどんどん入れていきます。で、サンプルを例えば3つ使っていれば、アットニューで、足していきます。で、あと先ほどの階層コードなんですが、このサブミッションの下にスタディが来て、サンプルが来てというのをこう直感的に全部のリレーションがつくとサブミットできるようになります。で、もう一つ必要なランデータは、ですね、機種ごとに違っていて、例えばロッシュの454だと SFF というファイルを送ってくださいとか、イルミナの場合ですと、ちょっとこうイルミナのシーケンスのバージョンによって違うんですが、1.3 以前であればこれとこれとかいうのが書いてあります。だからランデータは基本的にシーケンスによって違うんですが、出てきたファイルをそのまま送ってください。で、ちょっとこっちのスライドに戻りまして、さっきクリエイトサブミッションで Y こだまって6番っていうのができたんですが、それに対応するディレクトリー、まあ、フォルダーですね、がこの受付サーバーに自動的にできますので、6番、7番、8番という形 でメタデータに対応するところにランデータをこう転送するだけです。で、登録の進行状況はちょっと行ったり来たり申し訳ないんですが、例えばこれを見ます、1番を見ますと、こういうふうに出てきて、このメタデータが OK で、データが OK で、アクセッションが発行されて、データ登録が完了して、今非公開の状態ですと。で、公開されると、コンプリート、パブリックになります。あと、公開日を延長するとかは、このウェブからできます。で、こちらに、サブミッションに対応する DRA、例えばスタディの DRP のアクセッション番号が、ここに表示されています。で、公開予定日と実際に公開された日がここに記載されています。あとデータの公開なんですが、ちょっと言ったり来たり申し訳ないんですが、公開日は1年後まで指定できて、延長することができますので、論文が公開されたのと同時に公開するとか、そういう指定の仕方が可能です。で、DRA からですね、このファストQというところで、NCBI、DBI、DBJ の全データとが取得できます。以上になります。詳しくは DRA のウェブサイト